左腕まで行かれちまったよ。ドーピングに次ぐドーピング、鍛錬に次ぐ鍛錬、肉体と薬物の両輪は人を超え、その行き着く果てはただ真具、こうなることは分かっていたのだ。一体幾人のアスリートたちがその甘い毒牙にかかったことか。勝利という高き代償、その果てにあるものは。避けられぬ破滅。おい見ろよあれ。ジャックの体が。試合は終わりだ。ドクターの指示に従いたまえ。すぐ横になるんだ。さあ、この弾力は。無知な科学者にはたどり着けぬ境地がある。薬物と滅びゆく肉体とのせめぎ合いの果て、薬物を凌駕する例外の存在、日に30時間の鍛錬という矛盾のみを条件に存在する肉体、純粋にその拷問に耐え、俺は今ステロイドを超えた。奇跡を生んだのだ。あと1分か。まだやれるのかよ。おい、もういい、カキ君。この奇跡の肉体で俺は半間裕次郎の前に立つ。早い、近づくのが見えなかったぞ。ジャックの猛攻だ。いや、猛攻というよりはあまりにも精算、壮絶、絶対的。ダメージが深すぎるのか、マキ選手、なすすべなしだ。